1 0 0ットイーサネットは、イーサネットのうち、1 0 0ガ b p s の通信速度を持つ、ネットワーク規格の総称。1 0 0ガ b p s 通信の技術提案に至る、過程において、2 5ガ b p s 4 0ガ b p s 5 0ガ b p s の各通信速度を、持つプロトコルも並行して策定されており、いくつかの規格は異なる通信速度を、 同一の企画名称で標準化しているため、これらについても、本校で記載する。2006年7月18日、IEE802.3、e、全体会議で、高速イーサネットのスタディグループへの参加が呼びかけられ、9月に、初回会合を行った。2007年6月、業界団体、ロード 2100G アライアンスが結成され、IEEE、e、や ITUT と連携して、 技術提案を行う。2007年12月5日、40、1 0 0ットイーサネットのプロジェクトが P802.3 場として設置され、2008年1月に活動開始。IE802.3、e、で2つの異なる通信速度が単一の企画中に規定されるのは、これが初めてであるが、これは、 ライン用トの 40GBps の要求とアイン用トの 100GBps の要求を合わせ持つためのものである。この標準化では 10GBpsR の不合化方式を流用した物理層仕様を採用し、それらを並列接続した 40GBpsR4、LR4.100GBpsR10、CR10 や、 WDM で4波長に多重化した100 g ベス、LR4、ER4 などの名称でまとめられ、2010年6月17日に IEE802.3 馬として企画承認された。2010年1月にシングルモードファイバー上を 40GBps でシリアル動作させるための PMD 仕様を検討する。 スタディグループが発足し、2010年3月25日に、プロジェクト設置。2011年3月に、IEE802.3bitG として、企画承認され、40GbpsFR と名付けられた。2011年9月10日、100Gbps 動作する4レーン接続の、基板配線及びツイナックスケーブル接続の、プロジェクトを設置。 従来の10レ充ン接続から2.5倍の通信レートを持たせる物理層仕様が追加された。2014年6月12日に IEE802.3bitJ、e、として規格承認され、100字 p s KR4、KP4、CR4 の名称で標準化された。また、40、100GBps 環境下における、 エネルギーエフィシェントイーサネットも規定されている。2013年5月10日、光ファイバー上の40、1 0 0ガ b p s 動作の保管プロジェクトを設置。4レーン接続を用いて1 0 0ガ b p s 動作する物理層の使用について、特にマルチモードファイバーでの接続を100ジベス SR4 の名称で追加した。また、40、 100Gbps の光ファイバーにおける A への規定や SMF における 40Gbps 長距離動作用の物理創仕用として40ジベス ER4 を追加した。これらは2015年2月16日に IEE802.3bitM として企画承認された。同じく2013年5月10日にツイストペアケーブルで25 4 0 g e s ネ n e t を実現するプロジェクトも設置承認され、2016年6月に IEE802.3 ベクレールとして25、4 0 g ベス s t の名称で企画承認された。2014年7月、業界団体2 5 g e s ネ n e t コンソーシアムがアリスタネットワークスブロードコムグーグル、 メラノックステクノロジーズマイクロソフトの5社によって結成され、2015年9月に 25G、50GE ソネットの仕様ドラフトを公開し、これを元にした製品化や IEE への標準化促進が行われた。2014年11月、1レーンで 25GBps 動作する物理層仕様のプロジェクト開始。IEE802.3bit、e、J の4。 レーン接続の技術を流用し、2016年6月に IEE802.3 倍、2017年12月に IEE802.3cc としてそれぞれ企画承認され、25GBSCR、SR、LR、ER などの名称で使用がまとめられた。 2016年5月12日、1レーンで 50Gbps 動作する、物理層仕様のプロジェクト開始。1レーン動作として50ジベス SR、CR、FR、LR、ER、2レーン動作として100ジベス SR2、CR2、4レーン動作として200ジベス CR4、KR4、SR4 の名称でまとめられた。さらに、 1>, 1レーンでの倍速動作が急遽実現化されたため1 0 0 g b s d r として提案している。これらは2018年12月5日に IEE802.3CD として企画承認された。2018年以降、1レーンで 100GBps 動作する物理層仕様を前提に SMF での中距離通信や MMF での通信の 実現化を目論んだプロジェクトが進行している。1 0 0ギガビットイーサネットでは PCS 複層の不合化方式としていくつかの方法が提案されている。その多くは 10G25G50G など低いデータレートの通信路に伝送し、それを並列に複数束ねることで全体で1 0 0ギガ b p s を実現している。レーン性能向上に伴い、 各方式は以下のように世代として区分されている。QSFP100GbEthernet のサポートする様々な物理層媒体において、PME-PMD 複層の機能の一部は一般に層抜け可能なモジュールによって実装される。代表的なモジュールを以下に挙げる。これらには公的な標準化はないが、マルチソースアグリーメントに準拠している。 多くの実装ではこれらを差し替えることで複数の物理相媒体をサポートすることが可能となっている。また、モジュール同士のケーブル接続の組み合わせによって、レーン接続された100ゲベと複数の10ゲベや25ゲベトを相互接続できるものもある。2020年現在までに IEEE802.3 で標準化が策定されている1 0 0 g b e ーサネットの 関連規格について媒体ごとに解説する。光ファイバーケーブルによる1 0 0ットイーサネットでは、短距離用にマルチモードファイバーを、長距離用にシングルモードファイバーを主に用いることが、規定されている。規格名称は、距離長が長くなるごとに SR、DR、FR、LR、ER、ZR として表現し、レーンを束ねている場合はその末尾に、 レーンスを付加する。データセンター内サーバーなどの1 0 0ットイーサネットン短距離接続として、ツイナックスケーブルを用いた接続が規定されている。IEE802.3AP で定義された1000ベース KX10 ジベース KR と同様に、1メートルの基板上配線で1 0 0ットイーサネットを使用するための物理層仕様が標準化されている。 1 0ガビットイーサネットで定義されたキオイ i と同様に1 0 0ガビットイーサネットでも PCS PMD 間接続インターフェースとして以下のものが規定されている。ツイストペアケーブルを用いた25、4 0ガ b p s のイーサネットでは蒸気の不合化方式とは異なる系統のものが採用されている。これらの方式は十字ベ b e t や後発の 2.5G。 ゴッジベスティと同じ内容を一部共有している。ありがとうございます。